第2ファウンデーションはアイザック・アシモフの SF 小説。ファウンデーションシリーズの第3巻でファウンデーション大帝国の続編にあたる。アメリカにおいて初版は1953年に発行された。物語に登場する架空の集団の名称でもある。2編の中編からなる。1948年と1949年に アスタウンディングサイエンスフィクション誌に掲載されたもので、今度は分かったな、と3回に分けて掲載された、しかも分かっていなくもあるをまとめたもの。銀河系の端にある惑星ターミナスに銀河百科自転編3社の集団、ファウンデーションが創設されて約300年後の世界。勢力を伸ばしていたファウンデーションが突然変異体のミュールの手に落ちて5年ほど経過した頃から、 物語が始まる。ファウンデーションは陥落したものの、存在だけが知られている、第二ファウンデーションは発見されていなかった。この謎の集団である、第二ファウンデーションを探索する物語であり、最後に、その位置が読者へと明らかにされる。第二ファウンデーションについて、ハリセルダンが言い残したヒントは、二つだけであった。曰く、それは、 ファウンデーションの反対側の端に位置し、そして、星界の果てにある、と。第二ファウンデーション探索に、あと一歩で失敗したミュールは、惑星カルガンに、本拠地を置き波動を目指す。が、自分と同じ脳の力が、それも、組織的に進化の精神に干渉して使える人材を、潰し国力を削いでいることに気づく。 ミュールは指摘を第二ファウンデーションと見定め、5回もの失敗にもめげずに最後の探索を命じた。将軍ハンプリッチャーと有能な若者ベールチャニースが探索業に出されたが、チャニスは独断で惑星タゼンタへと向かう。チャニスは第二ファウンデーションの位置についてトランターの夜空から見える星界の果てがタゼンタと符号することをプリッチャーに説明し、 納得させる。チャニスらは多前多の影響下にある惑星、ロッセムに一旦着陸し、プリッチャーの精神が第二ファウンデーションの干渉を受けていることを話す。狼狽するプリッチャーだが、そこにミュール自らが現れ、第二ファウンデーション委員であったチャニスと異能の力、精神制御能力同士の戦いになる。ミュールはチャニスをねじ伏せ、 第2ファウンデーションの位置がこの惑星ロッセムであることを知り、止めを刺そうとする。しかしさらに第2ファウンデーションの長である第1発言者が現れ、ロッセムでさえも本当の位置ではないことを話した上に、ミュールが罠にかかったことを告げ、その隙にミュールの精神に手を加えることにより戦いを終結させる。あとに、チャニスは、 精神構造を元に戻され、真実を思い出す。ミュールの死後、再独立を果たしたファウンデーションは、新しい時代を迎えていた。大衆は危機に際して、第二ファウンデーションを頼りにした。さらに、他者の精神を、意のままに操る能力を持つ、第二ファウンデーションが、第二銀河帝国の支配層になるのではないかと危惧し、危機感と反抗心を持つ者も出てきた。 一方、第二ファウンデーション側でも、ミュールへの対処によって、存在の一端を表してしまったことで、セルガン計画が、水泡に帰することが危惧されていた。その危惧をあらわにする、学生に対し、第一発言者は、ある計画が遂行中だと教えさとしてなだめる。反、第二ファウンデーション運動のリーダーにしてベータの、息子である、ダレル博士は、 第二ファウンデーションの資料を集めるため、惑星カルガンに、図書家人のホマーマンを送り出すが、興味を持った、ダレル博士の娘、アーカディが勝手について行ってしまった。ミュールの異名で封印されたミュールの宮殿に入って、資料を調べるため、アーカディは、カルガンの支配者、ステッティン教の愛人カリアを解き伏せる。しかし話を聞いた、ステッティン教は、自らの手で、 第二銀河帝国を復興させることを無双し、さらにファウンデーションの英雄ベータの孫娘である、アーカディを己のものにしようとする。カリアの手によって脱出したアーカディは、宇宙空港で捕まりかけたが、惑星トランター農協の代表プリームパルバー夫妻に、助けられ、一緒にトランターへ向かう。その後、ついに、カルガンとファウンデーションの間に戦争が起きる。不利な位置にある、 ファウンデーション側は、連敗を喫したが、ついに自らの力で重要な戦闘に勝利する。やがて戦争が終わった後、ダレル博士らは、アーカディから、円には、橋がないという伝言を受け、第二ファウンデーションが、ターミナスにあることを突き止め、さらに彼らの力を封じる機械の開発にも成功し、構成員を捉えることに成功した。ファウンデーションは、自らの力で、 第二ファウンデーションにも勝利したのであった。しかし、それも、また第二ファウンデーションの策であった。ファウンデーションが、自助努力で、自分たちの力だけで、そう信じて、危機を乗り越えて発展していくことこそが、セルダン計画の鍵であった。そのためには、第二ファウンデーションはあくまでも姿を隠して、裏方に徹し、見つけられ。 滅ぼされたふりをすること、そして捨て駒として構成員を切り捨てることさえ、辞さなかった。そして最後に、第2ファウンデーションの第1発言者と、学生の対談の中で、第2ファウンデーションの本当の位置が語られる。第1発言者が銀河を見上げながら、セルバンの残した、星界の果てという言葉の意味に思いを寄せるところで、物語は一旦終了する。ありがとうございます。